オランウータン化は、霊長目ヒトジョウ化に属する、トカの一つで、オランウータン族を含むもの。かつては、症状化とも呼ばれた。一家のような分類学上の立場の相違から、オランウータン化の分類を認めるものと、オランウータン化を認めずに、オランウータン赤とする説がある。伝統的な分類では、ヒトと類人猿の違いを重視した。そのため、 人情化の人以外の類人猿を一つのタクソンとしてオランウータン化とした。現在の遺伝的距離等の分子系統解析ではチンパンジー、ゴリラ、人を合わせたものとオランウータンが姉妹群となる。この結果を取り入れた分類ではチンパンジーとゴリラは人化に含まれオランウータン化はオランウータンのみとなる。分子的な証拠は オランウータン化の系統が1300万年前にヒトと分かれたことを示している。英語版、ウィキペディアのようにヒトの範囲を広げオランウータンもヒトに加える意見もある。この場合にはオランウータン化は認めずオランウータン赤となる。DNA 人類進化学から3人が猿と分かれた非放来層 DNA 人類進化学岩波科学ライブラリー521997年の 図を解説、ありがとうございます。